ワーがない。なくなってる、なくなってるわ。私に構うな！全部お前のせいなんだ。これは幻覚か？リーさん、安心して。大丈夫、私よ。傷つけるつもりはなかったんです。そいつを殺して、ママ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が！お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ、私に近づくな。私は死なせてよ。構わない。
前が。どうしてみんな私を嫌うの。終わりだ、エブリン。お前が。どうしてみんな私を嫌うの。終わりだ、エブリン。お前たちみんな違う国を見ればいいんだ。
レッドフィールドだ。無事でよかった。ずいぶん遅かったじゃないか。エリさん。ミア。助かったんだ。俺たち。どんなに暗い夜もいつかは明ける。ようやく夜明けが訪れた。気が遠くなるほど長い夜だった。苦しめられたのは俺とミアだけじゃない。ベーカー家もそうだ。あの化け物エブリンに変えられてしまった。だがあいつはもういない。後のことは彼らに任せればいい。俺はミアを失ったと思っていた。だが彼女は戻り、全てを乗り越え歩み出そうとしている。ここから新しい日が始まる。Go tell Aunt Rhody.
He'll be tired.